はい、アンダパンです。コンストラクションシミュレーター続き遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今回は最後のお仕事ですね、展望タワーというところをやっていきたいと思います。ではまずお話ししていきましょう。 Do you remember our fake UFO crash in the village? Who would have thought that our nighttime excursion would have such an effect? A lot of time has passed since then and you've come farInteristingly, the UFO theme is still very popular, so now we want to start on an observation tower along the same lines. You'll be able to look across the sunlit rooftops of the cityscape while slowly ascending to the highest point in the park. Of course, only in a recreation of the real UFO. But this reproduction calls for some special components and, of course, your skills as a construction professional.Now it's time to give it all you've got for the home stretch. はい、というところですごい久しぶりにハプさんと話したような気がするんですけれども、やはりまだ UFO なんだな、あの人は。はい、では仕事内容を見ていきましょう。まずは検査準備をして、その後深い基礎をやっていくと。でその次にベアリング構造、コンクリート、鉄鋼をやって、地上階、その上の階と。で、プラントエンジニアリング、タワーの建設というところですね。あれですね。絵のところ UFO って書いてますね。これが最後の仕事か。ではやっていきましょうか。はい、では、ドーザー使って兵働の塾やっていきましょう。これ、兵働除去するところを、なんでこんな変な形にしてんだろうっていうところがありますけど、もうちょっと大きな円で、ね、兵働除去すればいい話なのに、なんでここだけこう、ちょっと尖らしとんねんっていうところありますけど、あの、尖らしてる部分に何が設置されるかですよね。よし、ここで完了と。はい、というところで次のお仕事ですね。深い基礎というところでドリル掘削を2つやっていきましょうというところですね。ではドリル掘削やっていきましょう。前回なんかうまくいかなかったですけどね。さて今回はうまくいくかどうかですけど。ああ、今回はなんか順調にいきそうですね。ちょっといつもこの土が邪魔するんで、あれ？え？おー。土やねいやそうなんですね、この土。いやいつもあれですよね、このドリル掘削して、まあ、掘っていた先の土がいらなくなったから近くのところで土捨てますけれども、それ捨てたら捨てたで、それにその土が硬くて引っかかってしまうと。だから本当は最後の最後なんですけど、最後の最後にちょっとこのトラックに入れてみようと。そしたら邪魔しないですかね、ちゃんと土を拾って、そしたらこの周りにその不要な土を置くっていうことはないので、ちょっとついにその正しい、最後の最後に正しいやり方をやったつもりだったんですけど、ダメなんだ。それは許してくれないんだ、これは。ここで 100% でもう先にやりましょう。よし。
75% になったから OK ですね。ではあとはコンクリート入れて、よし、ここで OK ですね。やはりこのドリル掘削やった後のこの土がなるべく避けたかったんで、トラックもできたのに結局ダメだったか。はい、では次の仕事ですね。ベアリン構造コンクリートというところで資材の配送をして、スラブの基礎をやって資材の配送を、そこから現場打ちコンクリートカビを3回やるというところですね。はい、ではまずは資材を届けましょう。で、この次のお仕事の推奨機器の中に高速組み立てクレーンが表示されていたので、高速組み立てクレーン置き場あるのかなと思ってずっと探したんですけど、なんかないんですよね。なんか見落としてるのかどうなのかわからないですけど、この次のステージになったら設置されるのかなというところで、今モバイルクレーンでやってますけど、うん、クレーン置き場がなくなることはよくありますけど、はじめはなくて後から出来上がるっていうのは結構珍しいっすね。ではこれで開墾して、多分真ん中邪魔だろうな。まあそうっすよね。あらららららあらら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 、まっすぐ歩いてるのに、あ、なんか酔っ払いになったな、これ。はい、ではコンクリート出せてやっていきましょう。はい、このコンクリートポンプ車置く場所が、今回特に難しそうな気がしますね。多分、この内側に機器を入れた方が、打設のしやすさはいいと思うんですけれども、多分このお仕事終わったら、ちょっとどかしてよっていう作業が発生しそうなんで、極力この外側に置きたいんですよね。けれどもこれ外側に置けば置くほど、一番奥に届かないっていう、ちゃんと打設ができないっていう可能性が出てくるんで、ほんと毎回コンクリートポンプ車をどこに置くかっていうところを悩みながら作業を始めますけどね。これが最後のお仕事になるんで、ベストポジションを探してやるぞっていう気持ちで、ちょっと時間かけすぎましたね。どこに置こうかで5分ぐらい考えましたけど、まあ届くか、このぐらいだったら。よし、じゃあ片付けて、でこの後資材の配送ですね。このコンクリート型枠を使ってあれか、どんどん壁を作っていくのか。よし、ではこれで資材の配送が完了して、また開墾すると、また酔っ払うかな、大丈夫かな。あ、今回大丈夫だ。え、こういうのが支柱みたいなものを作るんだ。あ、そうか、タワーだから、そうかそうか。ということは、これをどんどん上に積み重ねていくっていう感じですかね。あ、橋の建設みたい。おっと、いった。思いっきり強引に、なんか殴られた感じがしましたけど。どけよみたいな感じで。またやられそうな気がしますけど。どけよ。なるほど、これはどんどん上に行かないんだ。これなんかタワーっぽくなりましたね。ほんとタワーのなんか土台みたいな、みたいなではないですけど、っぽくなってきましたね。よし、では次のステージ行きましたね。はい、というところで見ていきましょう。ベアリン構造の鉄鋼というところで資材の配送して、鉄鋼の部品を
まあつけるのかな、このパレットの金属材を使って。うん、ではやっていきましょう。いい感じに出来上がってきてる。けれども、やっぱり組み立てクレーン置き場ないですね。ではモバイルクレーン使ってやっていきましょう。まずこの部品はこの端っこに設置しましょう。これ手前から、そうそう、手前からやると、すぐなんか引っかかりそうですよね、これね。このまんまここにはめ込むとなんかすごいガッチャンガッチャンしそうなんで外側からやっていきましょうか。はい、ではこれで最後ですね。ちょっと一旦180度回して、よし、これで設置完了ですね。で、ステージが終わりまして、で次、地上階というところか。で、仕事内容としては、資材の配送して、開墾を2つやって、打設するというところですね。はい、では、資材の配送中なんですけれども、やはりこれ、あれですよね。毎回思うんですけど、この、順番がやっぱり、正しいのかっていうところありますよね。資材の配送をこれ先にやって、この周りの金網なのか、その部品を設置すれば、この資材届けるスピードも変わるし、あとこの部品にぶつからなくてもいいですからね。まあ最終的に何が悪いかっていうと、あれですね。組み立てクレーン置き場がないっていうところですね。結局のとこそこに行っちゃうんだよな。本当このモバイルクレーンと比べるとはるかにあれですかね、高速組み立てクレーンって使いやすいですからね。もう真上から真下に下ろして物を取ってまた真上に上げて真下に下ろすっていう感じなので、こういう時のこういう横の動きでぶつかるっていうことはほぼほぼないですからね。ではこれで開墾を2つやるのか、こうやって、おで、こっちもやると、おなんか階段みたいな出来上がってる。おお、いいですね。入り口用の階段と出口用の階段があるんだ。そうかそうか。はい、ではこのまま挫折やっていきましょう。お、そうか、この設置した部品に当たるのかこれ。なるべく外側からやっていきたいですけど、あー引っかかるな。引っかかるときはもう諦めて内側からやっていきますか。さて、もうそろそろ挫折完了ですかね。よし、ではステージ変わったので見ていきましょう。またその上の階というところで資材の配送、開墾、挫折だから同じだな。ではここで資材の配送完了で、あとまた2つ開墾ですかね。おお、なんか迷路みたいになってるな。あ、でまた似たような形のものが出来上がってますね。よし、ではこれで挫折が完了と。でステージは変わったので、次はプラントエンジニアリングですね。パワーのパーツの設置、
取りに行かないといけないんですね。で、資材の配送をして、あとタワーのパーツの設置か。で、鉄鋼の部品を2回やるというところですね。はい、ではタワーのパーツ持ってきたんで、あ、これはあれなんですね。ここに1回地面に置くのか、そのままタワーにくっつけるんじゃなくって。え、なんか分解とかするのかな？置いて終わり。終わりなのか。後で設置しましょう。で、あとはこの逆側に、パレットの金属材を4つ置くというところですね。はい、では資材の配送完了ですね。またなんか部品がバラバラと、まあまあそういう感じか。おぉ。まあ、なんだこれ、入り口？何か出来上がりましたね。で、設置するのはタワーのパーツ1。あれ？なんか4つになってんぞ、これ。これか。これの一番手前のものを、どっかに、わぁ。ここに立てるのか。なるほど。よし。ここで完了と。え、あとは？あとは鉄鋼のフレーム2。扇になってるものを2つか。よし。で、エリアを片付ける。ちょっと邪魔かな？あー、で、これで、この UFO を、パペさんが大好きな UFO を取り付けると。よし。では、これで UFO 部分なのかな？それのパーツの設置が、なんかすごいあれだな。ちゃんと置きたいけどな。よし。これ設置完了と。おお。で、ステージが変わって、これ最後ですかね。タワーの建設で終わりと。結局あれか。この3つも自分でやらないといけないのか。タワーのパーツ提示3つやって、資材の配送して、開墾して終わりというところですね。よし、1個目設置完了で、あらららら、2つ完了になったな。また違うパーツが出てくるのか、ということは。すごい高いところに設置するっていう感じになりますけど、昔あの橋を建設した時にこのモバイルクレーンかなり高いところまで作業できてましたもんね。これで全然届くのか。あ、これが限界だ。おい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 、推奨するなよ推奨するなよ。これはい、でっかい方持ってきました。持ってきたんですけれども。なるべく、支点のところ。支点と今合ってますかね。うんうんうん。柱のところが、この下側っすね。多分合わさないと、また届かないとか言われそうな気がするんで。あ、危ない危ない危ない。ああ、危なかった。これなら届くでしょう。ああ、高っ。まだ余裕ありますもんね。ああ、ギリギリ届く届く。オッケー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 。もうちょっと下に。よいしょ。
なわけだけど、はぁ、え、これよりもう一個上に設置するんだ。届くかな、届いてくれなかったらどうやってするのっていうところありますけどね。高っ。あー届く届く。よーし、ほんと多分ギリギリでしょうねこれね。ちょっと見てみよう、上見えるかな。あーけどもうちょっと余裕あるのか。おー、では最後にパレット4つ置いてお仕事を終えましょう。まあ開口ありますけどね。そしてはこれで設置完了しましたね。じゃあもう全部機器は片付けましょう。では最後に開墾して終わりにしましょう。おお、あ、ここに UFO ってつけたのか。なるほど。あ、入り口さえ入らせてくれない。まあいつものことですけど、まあ、とりあえずハッチさんの話すか。どこだ？あ、一回出る？あ、できたできた。じゃあ話して終わりましょう。I'm very proud that you made it this far and didn't let yourself get dragged down by all the hassles and social tension. Because of your great commitment and hard work, the dust is starting to settle and the disputes have been resolved.With all its attractions, the park is a wonderful opportunity to create a space where all city residents can feel comfortable. Here they can see their city together from a new perspective. And maybe they will realize that it's worthwhile to live here after all.乗りたいな。乗らせてくれないんだろうな。この上に、まあそうか、先階段で登ってきて今待ってるのかこの人たちは。あ、ついにこのゴーカド場も、ああ、チケット売り場の中には人がいる。けれども走ってはないかな。けど走ってはないですね。まあ、とりあえずこのタワーはまあ入れませんと。でまあ外観だけですっていうところなんですけど、他のこれまで作ってきたものももう一回見ましょう。ここら辺もやっぱりちょっとあれなんだ。まあ、いつも通りホットドッグ やり始めましたね。あ、でここも人並んでなかったけど、並ぶようになりましたね。というとこは私が一番すごい気にしていた。遊園地なのにトイレが使えないっていう状況は果たして。ああ、治ってる治ってる。よかったよかった。入れるようになってますね。まあ私は入れないんですけど。ああ、ここら辺も直したんですね。よかったよかった。まあさすがにそうか。あ、ここら辺も、ああ。やっとこれでオープンですね。
よかったよかった。いいですね、このフィナーレのお仕事については。これまでのお仕事って、まあ、例えばその港のあの校長のお仕事で、まあ、いろんなところで仕事をするっていう流れとかって、まあ同じ人からの依頼なんですけど、内容的にはちょっとバラバラとしてましたけど、今回のは遊園地の中の何種類かを作っていくっていう形でしたので、こっちの方が面白いですね。あ、幽霊屋敷のとこも人がいるのか。遺品言わない？ええか。あ、夜じゃないか、言わないのか。というか、オープンしたから言わなくなった？もしかして。え、すごい苦戦した？このショーをやるところは？すごいくつろいでるけど、やってないんかい。やってほしかったわ。はい、というところで遊園地の建設がこれで完了というところですね。だからもう、オープニングキャンペーン、キャンペーン、フィナーレっていうところのお仕事は終わって、まああとやるとしたらこの契約のところぐらいになったというところですね。はい、というところで、ここで、コンストラクションシミュレーターの、アメリカ側のエリアですかね。のキャンペーンは全て終了というところですね。かなり長々とプレイしてきましたが、いろいろ建設的で楽しかったですね。うん。というところで、コンストラクションシミュレーターは以上にしたいと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。